はい、では音読です。これ漢字で今書いてありますけど、ひらがなの方を読んでもらっても構いません。漢字読めない人はひらがな読んでね。じゃあここからいきますね。漢字読める人はこの漢字の方見て読んでくださいね。私こっち指していきますけど、ワン、ツー、スリー。品詞とは言葉の種類のことです。単語とは一つ一つの言葉のことです。熟語とはいくつかの言葉の塊のことです。主語とは何々が何々はの何々に入る言葉です。動詞とは動きや状態を表す言葉です。文とは主語と動詞がある言葉の塊です。名詞とは物やことの名前のことです。形容詞とは名詞がどういう状態かを表す言葉です。副詞とは名詞が名詞以外のものがどういう状態か表す言葉です。前置詞とは名詞の前に置かれてその名詞と一体になって副詞の役目をする言葉です。目的語とは動詞の作用を受ける名詞のことです。保護とは主語や目的語を説明する言葉です。修飾とは言葉に尾ひれをつけて飾ることです。平序文とは普通の文のことです。否定文とは何々ではないと否定する文のことです。疑問文とは何々ですかと聞く文のことです。命令文とは何々しなさいと命令する文のことです。簡単文とはなんて何々なんだと驚く文のことです。 B 動詞とは動作や状態を表さない動詞で、 be, is, am, are, was, were, been, being のことです。一般動詞とは B 動詞以外の普通の動詞のことです。三人称とは I, you, we 以外の名詞のことです。単数とは一つのことです。複数とは二つ以上のことです。現在形とは今のことを言うときに使います。過去形とは過去のことを言うときに使います。未来形とは未来のことを言うときに使います。現在完了形とは現在までに起こったことについて述べます。過去完了形とは過去のある時点までに起こったことについて述べます。未来完了形とは未来のある時点までに起こっているであろうことについて述べます。現在完了進行形とは現在まで続いていて今もまだ続いていることを表します。こっちやるんだっけね。過去完了進行形とは過去のある時点まで続いていてその時点でまだ続いていたことを表します。未来完了進行形とは未来のある時点まで続いていてその時点でもまだ続いているであろうことを表します。三人称単数現在とは主語が三人称の単数でその文が現在形の文であるとき、その文の動詞に S がつくという規則のことです。進行形とは、するではなく、しているという進行中の動作を表し、現在進行形、過去進行形、未来進行形があります。疑問詞とは、What, Who, Whose, Where, When, Which, Why, How のことです。認証代名詞の主格とは
I, you, he, she, it, we, they のことです。認証代名詞の所有格とは My, your, his, her, its, our, their のことです。認証代名詞の目的格とは Me, you, him, her, it, us, them のことです。所有代名詞とは Mine, yours, his, hers, ours, theirs のことです。助動詞とは動詞の意味を変化させる言葉です。冠詞とは a, an, the のことです。節とは文の中に含まれる文のことです。例えばこれはリンゴで、あれはオレンジです。This is an apple and that is an orange という文の中には2つの説があります。This is an apple と that is an orange です。接続詞とは2つの説を結びつける言葉です。例えば and など。助数とは first, second, third,Fourth などの順序を表す数字のことです。原形とは動詞の元の形です。過去分詞とは動詞の変化の一つで、be 動詞は be、一般動詞は不規則なものもありますが、ほとんどが過去形と同じ形をしています。されるという意味になります。何々現在分詞とは因果形のことで、何々しているという意味になります。動名詞とは因果形のことで、何々することという意味になります。現在分詞と同じ形なので注意が必要です。言及とは形容詞や副詞の元の形のことです。比較級とは形容詞や副詞の変化の一つで、より何々なという意味になります。最上級とは形容詞や副詞の変化の一つで、最も何々なという意味になります。後置修飾とは後ろから前の単語を修飾することです。例えば箱の中の猫、A cat in the box。不定詞とは、to プラス原形のことで、意味は、すること、するための、するためにしてなどがあります。アクセントとは、単語の中で強く読む部分です。it to 構文とは、to は、it と訳す文のことです。to 何々は it 何々と訳す文のことです。例えば、ゲームをすることは面白い。It is fun to play games. これ色を変えましょう。これかな。と、受動態とは、受け身の文のことです。例えば、私はあなた、私は与えるは能動態ですが、受動態になると私は与えられるになります。間接疑問文とは、文の中に疑問文が組み込まれた文のことです。例えばこれは何ですかは普通の疑問文ですが、私はこれが何か知っているは間接疑問文です。関係代名詞とは、名詞を文で修飾するときに、時のお手伝いをする言葉です。例えば、これは私が昨日買った本です。This is the book which I bought yesterday.